指輪をはめたいは、伊藤高美による日本の小説を呼び、それを原作とする2011年公開の日本映画。2003年、文芸春秋から、ソフトカバーの単行本が刊行された。その後2006年には、同社から、文春文庫版も刊行されている。29歳の独身サラリーマン、片山照彦は、ある日、スケートリンクで転んで頭を打って気を失う。気がつくと、 それまでの数時間の記憶をすっかりなくしていた。プロポーズするつもりで、給料3ヶ月分の婚約指輪を買ったこと、そして自分が3人の女性を相手に、見股をかけていたことは覚えていたが、その3人の誰に、婚約指輪を渡すはずだったのか思い出せない。プロポーズ相手を思い出そうと、彼は、改めて彼女たちそれぞれとデートをしてみるが、 結局三人それぞれの魅力を確認しただけだった。実は照彦には30歳までに結婚したい理由があった。二年ほど前、学生時代からの付き合いで同性までしていた恋人、エミサトに子供すぎるという理由である日突然捨てられ、その傷を癒すために30歳までに彼女よりいい女と結婚して幸せになってやろうと決心していたのだ。混乱する照彦は、 記憶を失った、スケートリンクにふらふらと足を運ぶ。そこで彼はどこかで会ったことがあるような気がする少女、エミと出会う。2011年11月19日全国26、館で公開。岩田幸監督、ギャガ、キノフィルムズ共同配給。原作を大胆にアレンジしており、メインの登場人物の名前とストーリーの、基本設定以外はほとんど別のものになっている。 また、原作との違いについて、監督、脚本の岩田幸は、原作はコミカルな設定ながらも、クールな男性を描いた作品ですが、私が持てない目線でアンサーを返しましたとしている。オリジナル楽曲劇中使用曲2011年1月に、山田孝之主演で2010年11月下旬に、クランクイン、12月下旬にクランクアップし、2011年中に、 公開されることが発表された。第24回東京国際映画祭の特別、招待作品に選ばれた。メインキャスト4人の起用理由について、監督、脚本の岩田幸は、この人の演技を客として見て感動したことがあるか、どうか。見またかけていた男が、記憶を失って、恋人を探すという漫画チックな設定ですが、主人公の抱えている痛みとか、 必死さを人間らしく表現できる人を選びましたと語っている。一般公開に先立ち2011年11月12日の16時55分17時15分にテレビ東京にてきっと結婚したくなる最新恋愛映画お見せします。と題した宣伝番組が放送された。同番組では他に松竹映画レールウェイズ愛を伝えられない大人たちへが紹介された。 エミ役の二階堂文は、フィギュアスケートは、初心者だったが、撮影前の半年前に練習を開始し3ヶ月前からは、ほぼ毎日練習して、撮影には、代役なしで滑るシーンが撮影された。2012年3月21日にポニーキャニオンより、発売された。DVD ブルーレイ。ありがとうございます。